にちは、わさびです。はい、始まりましたのり線2なんですけれども、いい、この番組はどういう番組ですか？はい、みんなで勝って、はい、旅ロケに行こうという番組ですね。はい、はい、その通りです。さすが健太様なんですけれども、私だけ今日はあのユニフォームを着てるんですけど。かっこいいじゃないですか。ありがとうございます。お姫様で、はい、まあ、もちろんわさびさんの分も、はい、ケンちゃんが買ってきてくれたんですよ。Tシャツですか。はい、はい、でもケンちゃんが見つからなかったらしいんですよ。ケンちゃんって文字からね、はい、書いてあるんですかね、はい、だから運動不足っていうで、あの後ろは不健康って書いてあるんですけど、うん、あのわさびさん的にはどうですか、はい、この T シャツ。ね、まず運動不足だし、はい、まず不健康だね。ありがとうございます、はい、じゃあこれこれまた後で着てくださいね。これさ、 M って書いてあるんだよね。はい、これ着れないよ。みんな M サイズ、え、着れない。 M 運動不足で不健康だから M サイズなんて着れないよ。受け取ってください。着れねえってば。まあいいや、はい、お願いします。はい、で、今のところなんですけれども、はい、のり線収支の方が前回松本さんが頑張ってくれたので、はい、見てください。これすごい、11万7千ゴールド。はい、まあ、今日は22万勝てばいいんだよ。今日あの横浜なんですよ、撮影が、はい、そうですね。で、9時オープンなんで、うん、あのもしかしたらまあまあ狙えるかなって今頭の中で計算してたんですけど、はい、本日は、神奈川県横浜市のオリエンタルパサージュ横浜店さんなんですけど、はい、わさびさんって来たことありますか？実は初めてでございます。何か狙い台的なものってありますか？どうでしょう。僕ね、逆にね、今頃になって番長よく売ってるんで、はい、まあ、番長とか、まあ、オーソドックスなところだったら、まあ、ちゃんと入っててくれるかなという。そうですね、ことで、まあ、初めて来るみたいなんで、うん、まあ、無難なところから行ってみるかな。はい、姫は？私はもう大好きなバジリスクが、はい、お尻ペンペンもしたいなと思うんですけど、とりあえずバジリスクダイソー置いて、はい、バジリスク前半行って、はい、ダメだったらシンデレラブレードに行こうかなと思うんですけど、はい、まあ、とにかく私ちょっと最近一撃を求めるようになってしまって。お、でもバジリスクだったらまんまに簡単に狙えるんで。そうですね、はい、もう早く達成したいんですよ。22だもんね。20あと22万勝てばいいんだもん。そうですよ、今日1日で余裕でしょ。じゃあわさびさんが今日は4000枚で、はい、私も4000枚で、意味がわからない、はい、まあ、運動不足だけどもパチスロは不足してないところを見せようかな。はい、お願いします。はい、思いますんで。はい、じゃあ私も頑張るんで、はい、じゃあこの後、次戦の方行きたいんですけど、その前にいつものあれをお願いします。はい、はい、行きましょう。はい、せーの、目指せ地方ロケ。今回撮影に協力していただいたオリエンタルパサージュ横浜は JR 線東横線横浜駅西口から徒歩5分、パチンコ274台、スロット196台のラインナップ。当店では最新の設備、各階に設置の空気清浄機など、お客様に満足していただけるよう快適な空間をご用意しております。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。それでは実践スタート。ララちゃんはバジリスク2の島へ。とりあえず朝一広角の台があればその台から打っていきたいんで、サクサクと回しちゃいたいと思います。ララちゃんは空き台があるうちにカニ歩きをする模様。わさびさんはこれで、先日も当たってないです、ね、わさびさんは番長2ですね。よし、では番長コーナーで挙動チェック。わさびさん、今日も勉強させていただきます。朝一、偶数より、あ、奇数より偶数の方が広角に行きやすいです。で、まあ、6が一番広角に行きやすいんですけど、とりあえずこの台はやめよう。設定変更ではなかったと判断して2台目。いや、これすいません、ありがとうございます。あー、引いちゃった、分かんなくなった。打ち始めてすぐに強 MB が成立。これでいきなり、まあ、海岸はもうチャンスないですけど、お、これは熱いんじゃない。 ART 直当たりしてくれればそれはそれで超ラッキーなんです。粘れる。近すぎておる。
ないですか。ほら、うわ、これは花火柄がいい。あー、そこは弱い。でも蝶々が一瞬飛んでた気がする。当たって、よし、次赤文字がいい。赤赤、あー、でも7が、あー、復活復活、よし来た。やったね。よし、この台を粘ろうではないか。ララちゃんのテンションも上がってきました。はい、朝一引いた今日 MB から直当たりバジリスクタイムにつながりました。で、じゃあとりあえず画面源之助バジリスクタイム来い。でもなんか、あ、そうだ、あ、これこのボアってこうちょっと上に行くやつは熱いんで、もしかしたら乗ってるかも。もう一回ボアって上に上がれば。あー、これ弱い。よし、どうも。今日も見せますね。対してわさびさんは、とりあえず延長は来なかったですけど、後ろが1台動き出したんで、あっちも様子見ながら。この台は100ゲームを超えたところで据え置きか。降格っぽいですね。まあ据え置きの今200ゲーム台ゾーンになっちゃってるんで、もうちょっと打ちますけど、据え置きですね。前立腺じゃないんだ。ちょっと立ち回りやすいかもしれない。両段ベル3回揃ったのはまあご愛嬌ということ。ダメですね。じゃあ他の台移動してみましょう。そうだな、まあ基本的にあんまり当たってないところ行こうかなとは思いますけど。わさびさんも2台目へ移動。そしてララちゃんは2セット目ですが、継続確定、見込めやすいです。順調に3セット目突入。じゃあこの辺、この台は440ゲームやめですね。2台目は設定変更の挙動をしてくれるんでしょうか。おお、よかった。まだ1回じゃ分かんないけど、これは期待できますね。じゃあちょっとしばらくこの台で頑張りたいと思います。奈々ちゃんの3セット目は、3セット目で終わりか。お、 MB、 お、ちょっと期待しましょう。超めっちゃ巻き物引いてる。近すぎて、だったか。巻き物を3回引いて3回目で当たります。で、まあ勝負にします。もう最近ずっと勝負でしかやってないんですけど、勝負の場合はもうこの時点ですでに当たりか外れかは決まってます。次のボタンで決まるよ。イエーイ。はい、1回目の海岸チャレンジで当たりました。ありがとうございます。展開いいぞ。ありがとうございます。またゲンちゃん、さあ上乗せしまくっちゃって。ってまさか1セットで終了。3発か。残念。その頃わさびさんは、
強チェリーから当たりそうだ。ちょうどチェリーですね。まあ背置きだとしてもゲーム数が矛盾するし、朝はリセット挙動だったし、でまあ実際もし通常 B だとしたら赤菜が出てきてるんで、これやっぱりセット変更の可能性高いですね。大丈夫だと思うんですけど、なんか不安になる感じだな。そして次のボーナスは、またも子役からボーナス。おお、左めっちゃ出るな。左第一ベルもいいみたいですね。多分見てる感じ島全体で今ほとんどもうほぼ動いたんですけど、リセット台が3台、14台で3台しか見られないんで、まあ、リセットかかったこの台も熱いかもしれないですね。これは、私初めて引いた通常時のこの赤バー狙い、この赤7狙えって、これはもしかしたら白ビッグの可能、白ビッグ、しかももう氷馬だから、まあ、もちろんこれは通常時なんで確定ですけど、どうなっちゃうんですか。これは65,536分の1を引いちゃいましたね。やっちょっ鳥肌立った。今何時、開始からまあ35分、まあもう何言ってんだかよく分かんないですけど、よくぞここまで参った、ありがとうございます。とりあえずやってやりました。これで継続率 66% か 80% の ART が1個以上確定。一方のわさびさんは、さっきのチャンス目ですね。またも子役解除ですか。もう入ったし、あ、左第一めっちゃ出る。おお、いきなり夜背景。ここでチャンス目もゲット。あれ？何これ？通常いただけです。あ、そうか。通常いただきに多分前のボーナスの潜伏中に当選してて、でそれがこの形になって現れた。やだ。6だよ6。わさびさんもテンションが上がってまいりました。さあ、ダラちゃんも大レンチャンのチャンスですよ。ビッグボーナスからの ART バジリスクタイムはもう継続率が 66% 以上確定です。うわ、よしよしよし。まあこれはお城なんで 66% 以上で、継続確定ですね。でこれある
いける。さらに。熱い。よし。ララちゃん絶好調。一方のわさびさんは？引き戻しに期待ですね。引き戻せず。まあでも通常入ったんで引き続き頑張りますよ。今800ゲームボーナスアウト800ゲームぐらいで、ジョーダンベルは今9回、本当に6なんじゃないのこれ。わさびさんの代は高設定の期待が高まります。うわー終わるか、6戦で。終わったー。もうちょっと続くかなと思ったけど、まあまあ。広角で強制激圧。もう一丁あるある。ハオヤシャマル男だ、こらまろ。バジリスクタイムです。バジリスクタイム。あ、ボボボボボボってすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ワイルドアイズが流れたら残り2セット以上が確定。さあ4セット目まで来ましたが、この日が参ったらさ、もはや止まれぬ。どうだろう、終わりそう。だと思うんだけどな。海岸チャレンジ。チェリーから、今日チェリーから海岸に。行く道を選べ。ん？今回は波乱を選んだの？そこで引いちゃう。あ、間違えた私。今。波乱を選んでよかったのかもね。バジリスクタイム。なんかすごい今日やばい、今までで一番いい引きしてる。高額のジャックチェリー。ここからボーナスが続きますが、チャンス目。ああばっかり。三連続バーだ。いやー射程しか出ねえ。来ました、昇格。ほら良さそうっすね。あとは出せるかどうかです。あー負けた、2連か。それでもコインはだいぶ増えてきたね。あれ一発目で行っちゃった。あーでも花火出てる。あー
も定格行ったとしたら超熱いですよ。バジリスク対セット目に突入。わさびさんも順調にボーナスを引いてますね。いやART を絡ませたいですね。お？揃ってます。やりましたね。やっとだ。しかし今日のララちゃんの初当たりは絶好調。全然ハマらない。バジリスク対中絡めらんないか。今度は引き戻してほしいですね。この後順調に特訓まで進み、おお、これは大チャンス。おい、大丈夫そうですね。本当引き戻し成功。そして残り1で出た。一方のララちゃんはまた強 MB から。広角だったか正確なのかはちょっと分かりにくかったんですけど、ゲットです。ララちゃん今日も絶好調。バジリスク対、そしてわさびさんは、またも引き戻し。大丈夫、もう大丈夫。設定は多分次引き戻せればゾーン絡めるんで熱いんですけどね。ダメだ、一番いいとこ引き戻せない。ラーちゃんの様子見に行ってみましょうか。あ、今見に行こうと思ってたんですよ。おー、ちょうど初当たりすごいんですよ今日。僕のもいいっす。マジですか。全然出てないですけど、通常いただき1回と冗談ベルはだいぶ良くて、天国と通常への早いのでバーッと当たったり、あと引き戻しは4分の2、でもね、全部ゾーン外のところでいただき引き戻すから全部こうスルーするんだよ。まあでもかなりかなりこれの匂いがするから頑張ります。頑張ってください。私すごい、かなりいいかも、うん、ちょっと今日いけてるんじゃないですか。本当に合わせていけるんじゃないの。20万頑張ってください。ねえ、ちょっとドキドキしてきた。じゃあ僕も頑張ってきます。頑張ります。分回した。そっか、よかった。わさびさんもいい台を積もってるんですね。2回芸能助攻撃。いやー、今回は2セットで終わってしまったけど、まだ時ではない。なんか喋った。まだ時ではないって言われた。熱い。
イエーイ。でもちょっとまあ出てて、これは広角じゃない、通常で正確のチェリーから入ったっていうことですね。やはしこの台はやばいです。ララちゃんも高設定を確信したか。あ、大喧嘩いる、確定。あ、はまるかもしれなかったからちょっと助かった。もうわさびさんはレギュラーばっかりですね。そろそろ通常いただきも2回目が入ってほしいですよね。さあ、ララちゃんは4セット目に突入していますが、帰国収集中中のステージ、見た方だと思う。はい、ということで、前半戦終了の時間になりましたが、今のところこの台かなりいいんじゃないかなと思って打っているんですけれども、海岸突入率が今巻物23回に対して6回、ちょっとさっきよりかは落ちてしまったんですけれども、また後半戦に次は強チェリーからビッグボーナスが引けるようにお昼ご飯に祈りたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、どうでしたか。いい感じですよ。いい感じ、はい非常に私もいい感じだと思います。うん、ね、すごいでしたね。出てました、うん、僕は出てないんですけどでも設定的にかなり期待できるんですよね。そうね、今のところはだいぶいいですね。はい、はい、まあ、とりあえず火の打ちどころがほぼない感じで、はい、火の打ちどころはここだけで一回ね、700、800枚ぐらいの束は来たんですけど、まあ、ドーンって飲まれてしまいまして今投資が2万ゴールド、はい、枚数が100枚、お昼休憩だったんでバーって連続して2回買っただけなんですけどその100枚でございます。はい、はい、私の方は朝からバジリスク売ってるんですけど、はい、まあ、大きな、まあ、今2000枚ちょっとあるんですけど、ね、すごかったですよね。200個ぐらい持ってましたね、まあ、そのうちの1000枚ぐらいはビッグボーナスを引きました、はい、ね、まあ、その白バジで出た分ビッグボーナスで、はい、出た分以外のところはどうなんですか、内容的には。今初当たり9回なんですよ。私9回ってすごくないですか。すごいすごいです。まだ後半戦も打ち続ける感じで。そうですね、今のところ当初は2000ゴールド。うわ、安い。なので今日もプラスになることはほぼ間違いないんじゃないかと。間違いない。はい、まあ、今姫さんはね、ハッスルダンスを踊ってるところで、私ケンちゃんは、まあ、相変わらず引きの弱さ出てますけれども、引き続き後半戦も頑張っていきたいかなと思います、はい、それでは次回お楽しみにってここも俺なんだね。はい、さよなら。うまかったです。